は盆栽小学生聞いた。僕は頭が良くなくて、いつもバカにされる。お前また名前間違えて0点だったのかよ。ねえ、キータくんのおバカ。私の名前はハマイ、バンカラ小学校の先生だ。こんなのは日常茶飯事。適当に怒って適当に済ませて早く帰ろう。はい、じゃあもう来た。うち、そこからおい、何して教えてやれ。この問題間違えてますよ。ガーシーは二乗できません。ああ、別に足し算だからどっちでもいいだろ。職務怠慢ですか。教育基本法第二条で幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養うとありますが、先生は真理を怠慢でねじ曲げるんですね。もういい、自習でもしとけ。やったー、僕をバカにしてくる。あ、うんちもいつも漏らしちゃうし、もう最悪だよ。なんだ。私はうんちの悪魔だよ。え、悪魔の力を貸してやろう。悪魔の力？それがあればみんなはお前のことをバカにできないだろう。欲しい。正直なやつ、バカにされたらその力がお前を助けるだろう。あれ？彼女にも振られて、こんな安月給で晩まで働かされて、教師なんて散々だよ、ちくしょう。俺にはりっちゃんしかいないよ、りっちゃん。めっちゃ好き、りっちゃん好き、りっちゃん好き。はい、漢字テストの結果です。また明日。ま、こんなの簡単だよな。ねえ、私も満点。俺も俺も。お前全部の嘘って書いてるじゃん。ねえ、おちょこちんすぎ。またバカにされた。
濱井、なんでお前休浪していい大学出てまで教師になるんだよ。俺さ、勉強苦手でいじめられて苦労したんだよね、休浪だけに。だから教師になってそういう子を救いたいなと思って。中退中退お前中退したのちょっと聞いてまあまあ、卒業おめでとう。取るよ。はい、チーズ。いてててあ、いや忘れてたな。ヒータ、こっちに戻ってこい。うるさい。うわあ、勉強ができなくてもいいじゃないか。うわあ、何もできなくてもお前は優しい人間だ。うわあ、なんで抵抗しないんだよ。それは俺の生徒だから。いい加減諦めてよ。お前は俺に手に放っておけるか。つまらんの、帰るとするか。みんな、ごめんなさい。俺らもバカにして、ごめんなさい。いやいやいや、僕が悪いから。私が悪いから。いや、俺は悪いよ。じゃあ、どうぞどうぞ。なんでだよ。ああ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 。では、授業始めるぞ。教科書の5ページを開いてください。先生、教科書ってこれのことですよね。